キポッドです。今日は2021年4月2日金曜日の我が家のヨハネ・パウロ2世の様子を見ていただきたいと思います。枝の先にはつぼみもいくつか確認できます。ヨハネ・パウロ2世は2008年アメリカのジャクソン&パーキンス・ロージズという会社で、作出されたバラです。 J&P という会社ですかね。第264代ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世の偉業を称え、バチカン法王庁がバチカン庭園に植樹するために選ばれたバラということです。ハイブリッドティーで強化、ダマスクやティーの香りがするということです。四季咲きで反剣弁香辛咲きということです。光沢のある純白の花弁が高貴な包囲姿を忍ばせます。生育旺盛で耐病性もあり、深い緑色の葉が花の色を引き立てますということです。とても楽しみにしていますので、大切に育てたいと思います。花が咲きましたらぜひ動画をアップしたいと思いますので、その時は皆様ぜひご覧ください。では本日はご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。